さて、今朝のアーリーバーズミュージック、スタジオに素敵なゲストをお迎えしています。シンガー作編曲家の純二俣さんです。おはようございます。おはようございます。純二俣です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではタクトさん、プロフィールをお願いします。はい、読み上げさせていただきます。イノセントで透明感のある歌声と声のレイヤーを重ねて構築する独自の作曲スタイルで唯一無二の音世界を表現するアーティスト。単身でニューヨークに渡り、ビバップメソッド、コード進行に基づく即興性を学ぶ。並行してニューヨークのジャズクラブで実力派ミュージシャンとの即興セッションを重ねる、帰国後テレビ CM や数々のメジャーアーティスト作品へボーカル、コーラスおよびコーラスアレンジとして参加。その儚げな歌声と秀逸なコーラスワークで人気を博す。2021年ソロアーティストとしての初の作品集グラビティを発表し、 iTunes ニューエイジチャートで1位を獲得。この秋、北欧アイスランドにてレコーディングしたセカンドアルバムも発表予定でいらっしゃいます。はい、という素晴らしい経歴の純さんなんですけど、はい、まずはお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。お会いできて嬉しいです。嬉しい。あのね、私が、あの呼びたいって言って、呼ばせていただいたんですけど、実は対面でお会いするのは私も今日が初めて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そう、なんかね、音声で会ったことがあって。音声なんかちょっと前にね、2、3年前かな、クラブハウスっていうアプリ、今も使ってる人多分いると思うんだけど、それがバーってちょっと盛り上がってた時あったじゃん。 その時に、あの知り合いのミュージシャンの人が、ミュージシャンとかクリエイター関係の人たちを集めたクラブハウスの集まりをちょっとやってみるから、よかったらいろんな人来ると思うから来てって言われて、行ってみようと思って行ったら、そこにジュンさんが。ああ、そうなんだ、そんなつながり方があるんですね。現代的な声でしかね、まだ。そう、なんかみんな挨拶して軽く自己紹介してっていうだけだったけど、うわ、めっちゃ気になると思って、でお互いそこで惹かれ合ってて、なるほど、会いたいねって言いながらもコロナだったんで会えずで。なるほどなるほど。そうなんです。いいですね。記念すべき対面が今日ということで、はい、そうなんです。そんなジュンさんはご自身がインストボーカル音楽と歌う、そのオリジナリティあふれる楽曲をたくさん制作していらっしゃるんですけど、そのあたりについてお話をいっぱい聞きたいなと思ってオファーをさせていただきました。あとね、私、直島出身なんですけど、香川県の島なんですけど、じゅんさんがなんと20回くらい行ったことあるって。すごいよね、それ。いや、もうね、観光とかじゃなくて家探しに行ってすごい永住のつもりで、ね、永住したいと思っていてちょっとその辺も後で詳しく聞きたいと思いますが、まずは早速じゅんさんのオリジナル曲をオンエアできたらと思い、今月8日に配信リリースされたばかりの新曲を持ってきていただきました。こちらはこの秋に発表されるセカンドアルバムにも収録されるとのことで、では曲のご紹介と聴きどころなどについて教えてください。はい、私は環境問題だったり社会問題をインスピレーションに作品を作ることが多いんですけど、気候変動でアイスランドの氷河が全部溶けると地球の海面が1センチ上昇するっていう計算になるみたいで、それを知って、なんかその中で私、これからの私たちがどんなことを選んでどんなことを守っていくのかっていうところになんか気持ちが向かって、それとあとはアイスランドの雄大な大地だったり遠い過去の記憶に思いを馳せてできた曲です。はい、それではお聴きください。今朝のゲスト、純二俣さんの新曲ハン・ケムル・イ・クボルドです。どうぞ。なんかもうね、どうですかこれなんか 声の、なんて言うんだろう、声色も、楽器の音色も、もう全てがなんか丁寧に全部入ってくるし、 それが、あの純さんの本当人柄を表すような音楽っていうかそうだね、思ったのがもう第一声から集中せざるを得なくなる、耳にね、そう傾けようっていう気持ちに。そうそうそう、これが映像だったら目が離せなくなるって言いたいけど、耳だと耳が離せないでいる本当に確かにそういう気持ちになった、
確かに、歌詞の意味もなんかそのアイスランド語でっていうのもあるんですけど、全然なんかこう分かんないけど、その響き、声の響きとかでなんかもうすぐ情景も思い浮かぶし、なんかこうすごい、まあインストボーカル音楽っていうのがすごい、あ、なるほどっていう感じしますね、これを聞いたら。ね、だって歌詞の意味分かってないけど分かるもんね、分かるってかすごく楽しめる。そうですね、まあでももっと多分アイスランド語を勉強したら、そうだね、さらにもう一歩踏み込んで、踏み込んでね、はい。ということで、これはねアイスランドでレコーディングをされたとのことで、さっき今楽曲聴きながらこっちでも喋ってたんだけど、ジュンさんの好きなアーティストさんがみんなアイスランド出身、そうだったんですよ。なんかアイスランドってすごいむき出しの姿のままの大自然がすごい残っていて、あとは氷河があったりとか、本当その手つかずの自然が生活圏のすぐそばにあるんですね。で、なんかその何気なく聴いてたアーティストさんが実は本当そのアイスランド出身だったっていう方がとっても多くて、なんか多分なんですけど、歌詞だったりとか曲の表現だったりとかから受け取るこの自然感みたいなところに、なんかシンパシー感じてたのかもしれないなと思っています。いや、だからこそ私もじゅんさんに惹かれるものがすごく最初の お話した時からあったんだと思う。私もさ、まあ、島出身で、まあ、日本の中の島ではあるけど、まあ、家出て歩いたらすぐ海で、船じゃないと外に出れないし、なんかずっとその自然感みたいなものは自分の中でも大切にしていることだから、すごくわかるってなりました。そう、なんかどことなく最初から2人の雰囲気が似すぎて、ね、そう、本当になんかね、醸し出す空気感一緒だよ ね、 人は自然の中で育つとここまで柔らかくていい人になるのかという、いや、めっちゃ行きたくなったもん、直島もアイスランドやさぐれた心をね、そうそう、ね、やさぐれてるの、話聞こっかやばいな、はい、じゃあここからはじゅんさんにいっぱいインタビューしていきたいと思うんですけど、さっきアイスランド音楽がご自身の一番ルーツって言っていいんですかね。最初にこう音楽に触れたりしたのはなんかスタートは高校生ぐらいの時で、ヒップホップとか、あとはなんかドラムベースとかを聴いてた時期があってびっくりした、結構対照的な、そこからなんかこうサンプリングとかで使われる音源でなんかいいなって思うのが、大体そのクラシカルなものだったりとか、アコースティックなものだったりとかっていうのに自分が惹かれてるって気がついて、どんどん掘り下げていったらジャズとかブラジリアンの方に行って、でそのあたりから本格的に自分でこう音楽学びたいっていう意思が芽生えて、でそこからは、その時はまあシンガーとして活動していたので、まあ、そのジャズとブラジリアンっていうところに私はずっとなんか気持ちがあって、その時期が一番長くて、じゃあその頃はジャズシンガーっていう感じだった。そうですね、ジャズシンガーだけどちょっと変なのが好きで、変拍子とか、あれなんかあれれそうだけど、多分ねすごいシンパシーを感じてなんかいろんなジャズのスタンダード曲を5拍子にして歌うライブとかやってたり。へえ、なるほどなるほど、ちょっとそれも聞いてみたくなっちゃったとか、そのなんか何と言ったらいいんだろう、インプロビゼーションみたいなところに興味があって、でそれで学びたいっていう欲求が芽生えて、ニューヨークに学びに行ったりとかをして、で、まあ、帰ってきてからもシンガーとしていろいろ活動をしていて、なんかちっちゃい頃から楽器をやってたとか、全然やってなくて、ちっちゃ、本当にね、まだ5、6歳の時にピアノ教室に習いには行ったんだけど、でも全然続かなくて、そう、なんかピアノよりも歌うことが好きだったから、なんかそうじゃないってなっちゃって、そうで、すぐやめてしまったんで、もう何も身にはつかなかったですね、その時。でもじゃあそのところから、ちっちゃい頃から自分の声を
で表現したいみたいな。でもね、なんかそんなに強くは思っていなくて、というか自分がすごく歌が好きってことに気がついてなくて、なんかなんだろう、M ステを見ながらずっとハモってる子供でした。でも好き主戦を歌いに行かないっていうね、ハモりに行ってハモりに行くっていうつまりハーモニーの民ということですか。そうね、ハーモニーの民だね。でもその時好きだったのがやっぱ今にすごいつながってるなとは思います。なんかコーラスワークだったりとか、そうそう、そういったところにすごく気持ちがあるので。なるほど。じゃあそんなじゅんさんにソロアーティストとしての活動をする上で影響を受けた音楽っていうのも選んできていただいたので、じゃあそちらの楽曲も流しつつお話ししていきたいと思います。はい、では曲紹介をお願いします。はい、スフィアン・スティーブンスとブライス・デスナー、ニコ・ミューリーとジェームズ・マカリスターという、4人のコラボの曲でマーキュリーです。どうぞ。なんかすごいわかる、うん、聞き入っちゃったね。ジュンさんが影響を受けてきたんだな、うん、この曲にっていうのが、うん、これはいつ頃出会って聞いてた音楽ですか。出会ったのは2019年くらいに出会っていて、まあ、そう、最近自分が作曲し始めたくらいの時に出会っていて、でこの参加しているブライス・デスナーさんの曲をすごい好きで聞いてたんですね。すごくミニマルな楽曲を作る方 で彼がコラボ作品でしかもボーカルが入っている曲ですごく珍しくて、で面白いなと思って、で曲の構成もなんかこう歌だけじゃなくて、こう今流れてるこうギターのティランティランっていう使い方だったり、そのなんかミニマル要素みたいなの私はすごい好きで、よく聴くようになった曲です。なるほど。作曲はじゃあ割と最近始めたってことですか。そうなんですよ。ファーストアルバムが2021年に出ていて、その作り始めたのが2019年だったので、はいはいはい、そのあたりからですね。そうなんだ。なんかてっきりもともと CM 音楽とかたくさんその作曲の方でご活躍もしながらシンガーとして活動されててっていう経歴なのかなって思ってたけど違った。でもずっとシンガーとして活動をしていて、でその中で劇伴だったりとか CM 音楽だったり、声を歌をなんかこう歌詞がある歌じゃないこう楽器として使うようなアプローチをいろいろお仕事でさせてもらう中で、そういうアプローチがすごい楽しいって思うようになって、なんか自分で作り始めたら別に意図してなかったんですけど、まあインストのボーカルでインストを作る楽曲が生まれたっていう感じ。じゃあシンガー活動でライブとかたくさんしてらっしゃった時は、はい、オリジナル曲っていうのはオリジナルも作ってました。その時は日本語でいわゆるちゃんと歌詞があってっていうのと、あとはもう完全にスキャットだけで歌う曲とみたいな、でそれをなんかルーパーで自分の声でオーケストレーション作ってその上で歌うみたいなことをやってたんですね。それこそさっき言った、アイスランド出身のビョークさんの、名前なんだっけ、一番有名な曲、ハイパーバラットとかをルーパーでやったりしていて、はい、そう、そんななので、なんかそういったものがでも自分の、オリジナル作曲の方でもなんかやっぱりつながっていったなというふうには思ってます。なるほど。じゃあそういうレコーディングワークとかでいろんな声を楽器みたいに重ねたりとかする中で、そういうふうに作曲も自然となっていったみたいな感じですか。なんか興味あるのがどんどんそっちの方向に行ったっていう感じですね。じゃあ曲を作る時ってそのボーカルのラインから書き始めてますか。ね、そんなこともなくて、なんか面白いリズムだったりがなんかタッ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 みたいな、なんか好きなリズムが見つかったら、じゃあそれをワンノートで作ってみようって展開したりとか、そうやってできたのがアイデンティティって曲なんですけど、ステンデリーカーリーダステンデリーカーリーダってこうワンノートで同じ音でリズムを使って遊ぼうって思って展開していくみたいだったり、なんか面白い、結構何がきっかけになるか自分でも分かんなくて、毎回作り方が違って、でも一個なんかコンセプトを決めて結構それをどんどん展開していくっていう感じが多いっていう、そうかもしれないです。これは
セマティックデベロップメントではキラリンこのメガネが光ったという作曲方法そう好きなんですよね、うん、私たちも一個のテーマをいろんな形に調理しようってまあエイリーの場合それがなんか音数がめちゃ増えてきたり、うん、タクトは大きい音を出したりとかするあまりちょっと怖がられちゃうからそうあんまりあのエイリーの場合ミニマルにはならないけど確かに、うん、そうだねしていきたいですねでもそういうアプローチをやったりしてるね、うんうんうん、はい。そしてですねジュンさんのファーストアルバムのジャケットはご自身でアートワークを手掛けられためっちゃかっこいいのよおしゃれなの、うんうんうん、ありがとうございますまさか自分でやってるとは、うん、そうあれあのテーマがグラビティっていうテーマだったんで、うんうん、重力って意味なんですけど、うんうん、重力を使ってなんか世の中に一個もないものを作れないかって思ってじゃあ重力と風を使って絵を描こうって思って、うん、そういうコンセプトで作り始めて60個ぐらい試作品作ったかなでその中からいいあの私のファンの方にも見てもらって、うんうん、どれがいいって言ってでみんなにも意見聞いてその中から1枚選んで作りました、それファンの人も絶対嬉しい、そうだね、そうだね、はい、お時間がね迫ってまして、うん、どうしても聞きたい聞きそびれたこと早口で新しくて、いや今後の目標とかありますか、はい、今後の目標は視覚芸術と音楽を重ねるということをずっとしたいなと思っていて、うんうんうん、この間今放送中のアニメ、うん、リベンジャーという、うんうん劇版制作を作ることができたんですけどさらに踏み込んでシーンに合わせた音作りをしたいなと思っていて今は映画音楽をいつか手掛けたいと思っています。はいはい、その他告知などがあればお願いいたします。はい、そしたら、北欧アイスランドにあるシガーロスのスタジオでレコーディングしたセカンドアルバムを今年の秋にアナログ版でリリースします。環境音楽だったりとかアンビエントポストクラシカルエレクトロニカに至るまで幅広いリスナー層を魅了する最新作となっています。Spotify、Apple など各種配信と今年秋にリリースする予定のセカンドアルバムアナログ版の予約ページも公開されているのでぜひホームページなどチェックしてみてください。はい、皆さんチェックお願いいたします。今朝のゲストはシンガー作編曲家のジュン二俣さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。